ホワイトチョコを使った真っ白なパンケーキ世界一の美味しさを目指しているという全国で話題の一品ですふわふわ感がすごいです待ち望んでました映えると思います今日、帯広市中心部にオープンした喫茶店堺コーヒー本店は喫茶店文化が盛んな東海地方の岐阜県にあり 帯広が全国22店舗目北海道初上陸です東海地方の喫茶店といえばサービス満点のモーニング帯広店でも午前9時から午前11時までにコーヒーなどの飲み物を注文するとゆで卵とトーストがなんと無料でついてきますこちらは名古屋発祥の鉄板ナポリタン 特製ケチャップで仕上げたもちもちの太麺と卵の相性が抜群で喫茶店とは思えない本格的な料理も楽しめますそんな堺井コーヒーイチオシのメニューはなんといってもパンケーキ注文を受けてからメレンゲと生地を混ぜ合わせることできめ細かいふわふわのパンケーキに仕上げています出来上がりまで 20分から30分、一枚ずつ丁寧に焼き上げます。見た目が雪に包まれてるみたいで可愛らしいですね。いただきます。うん、あ柔らかい。すぐ溶けちゃいます。うん。あ、コーヒーがよく合います。 パンケーキの提供が始まる午前11時半になると注文が相次ぎ豪快な見た目のパンケーキが SNS 映えすると多くの人がパチリ映えスポットは外にも実は喫茶店が入る赤レンガの建物は大正初期の1919 19年に建てられたもので国の有形文化財に指定されています 堺コーヒー帯広への出店の決め手となったこの建物は15年ほど前まで会社の事務所として使われており趣深い椅子でゆったりとした時間を味わうこともできます非常にその魅力的な物件で堺井コーヒーの特徴で居心地空間というものを、えっと、提供してますので、まあ、そちらに最適であると本当にあのおすすめできるようなね 一品になってますのでどうぞ召し上がっていただきたいなと思いますパンケーキが自慢の堺コーヒー今後札幌や函館などへの進出も検討しているということです